してついに古巣との初対決を今日は迎えます。1番にまず入る秋山との対戦です。ついにライオンズと初対決です。岸孝之、抜かれました。最後はチェンジアップ、三振でまずワンアウトです。そういうピッチング、バッティングスタイルですね、拾おうとしましたが、これは数字で引っ張ってくれているキャプテンです。ちょっと詰まったか、伸びが全くありません。センター島内取ってスリーアウト、順調に来てると思いますよね。レフトへの打球、ラッチ、低めのボールセンターへ弾き返してきました。ランナー二塁一塁、ライオン打ち上げました。足立がファールグラウンド取りました。バット軽く打ち上げてファールフライになります。まあよく見える、ここはまたチェンジアップ、右を越え強い打球だ。ポール際はファールボール、受けてはいますけれども、打たなきゃいけないと思うんですけどね、手が離れた瞬間、おレフトへ低い弾道ですが、これはレフトが追いつきました。打ってはいますがまだ点には至ってませんが、初球打ち浅村、大きな打球ですけれどもフェンスの手前でした。ワンアウトですが、サードゴロ、ウィラーです。簡単にここはツーアウトまだいなかったかもしれませんが、ただ相当もしかしたら最後かもというぐらいの気持ちのこもったピッチングをより見せていました。ライトへのフライはね、まだ目処が立ってないそんな感じですけどね、抜いたボールで空振り三振です。また最後はチェンジアップにやられました。さあ足はありますがどうか、レッドスライディング、アウトです。まあまあのフライが上がりました。ちょっと泳がされるバッティングだったがフェア、どうか一塁へ、これはウィーラーですね、ちょっと遅れたスイングになりました。体力ない時から、はい、ね、知ってますけど、ね、中村打球は左中間よく上がった、どうセンターに送っています。どこまで行ったのか、4番の一発、岸からホームラン、第9号が出ました。いいぞ中村、いいぞ中村コール。そして今度はメキアがどうか、左中間メキアも行ったのか、どうかメキア入った、中村メキア岸を打ちました。2者連続ホームラン、ここも似たような感じになりました。これはウィーラーが追いかけて、どうでしょうか、ジャンプ、ナイスタッチ、ウィーラー、これは気迫のこもったプレーでした。同期でライオンズ入団の2人、トマット先真上に上がった、ウィーラーに任せる、いやキャッチャーか、足立に任せました。3アウト。